お祭り騒ぎが大好きで、ねじり鉢巻き揃いのハッピー、わっしょい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 、それそれそれお祭りだ。夏といえばやっぱりお祭り。今日は片山津温泉に来ています。8月も折り返しとなりましたが、ここ片山津にはまだまだ熱いお祭りがあるんです。その名も湯の祭り。さあどんなお祭りなのか、ここからは祭礼実行委員会の稲垣さんとお伝えします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。明日からお祭り始まりますが、はい、はい、そうですね。どうですか？ものすごく楽しみですね。ワクワクしますね。はい、ワクワクします。はい、はい、今回このお祭りなんですが、おみこしが一風変わっているんです。それもこちらにあるんですよ。はい、見てください。なんと上に乗っているのはこれ俵ですか？そうです、俵みこしなんです。こちらはですね、源平勝負みこしといいまして、もともとは6月の勝負湯祭りの時に俵に勝負を詰めてあのみこしを作っていたんですけども、湯の祭りを盛り上げようと、平成17年から湯の祭りの方で担ぐようになりました。さあ、そしてこの俵祭りなんですけれども、はい、俵を積んでみこし運ぶだけではないんですよ。どんなところがあるんでしょうか？そうですね、実はフィナーレの時に、勝負するんですけども、みこしの上に2人大人が乗りまして、はい、みこしの上で交互に逆立ちをするということを行います。逆立ち、はい、ちょっと言葉だけではイメージつかないので、こちら映像をご覧ください。このようにして俵にこう背をつけて逆立つ、なかなか迫力ありますね。そうですね、すごい間近で見るとすごい迫力ですね。はい、稲垣さんも実際に乗られたことがあるんですよね？はい、そうです、僕も 2,3 回乗ったことあります。どうですか？実際乗るとすごく高くて怖いんですね。で、とても勇気がいるんですよ、この上で逆立ちすると。はい、そうなんですね。はい、じゃあちょっと明日その勇姿というのも皆さんには見ていただきたいですね。そうですね、若い者が勇気を出して明日は綺麗に逆立ちをしてくれると思います。はい、さあ、そしてその逆立ちをするだけで終わらないんですよね？そうですね、一番最後に、この俵のどこかに御神木というものが1本だけ入ってまして、それを担ぎて全員で取り合うということを最後にします。まさにこう勝負のお祭りになるんですね。はい、はい、そうです。そして祭りはですね、はい、その逆立ちみこしだけではなく、さまざまなイベントもあるんですよね？はい、そうです。明日明後日2日間ともステージではいろいろな出演者の方が出てくれますし、そしてこの、はい、櫓の周りでは明後日ですけど、すでにね、はい、櫓も組まれていますけれども、はい、ふれあい輪踊り大会というのが行われます。はい、こちらでこの皆さんがこの櫓を囲んで皆さんで踊るということなんですか？そうです。はい、さらにこんなツアーもあるんですよね？はい、そうです。片山温泉農涼花火ツアーといい、ナイトツアーといいまして、プロによる浴衣の着付け体験をしていただきまして、そして輪踊りに参加していただき、花火の、特別席から鑑賞していただくというツアーになります。うん、片山温泉ではこの時期毎日花火上がりますが、はい、それとは違うんですか？そうです、明日明後日2日間はいつもよりちょっと長い特別バージョンで行います。そしてさらに尺玉も3発上がる予定となっております。なるほど。はい、じゃあもうこの機会にこのダイナミックな花火というのを皆さんに見てもらいたいですね。はい、そうですね。はい、いよいよ明日から2日間にわたって行われるお祭りですが、はい、4年ぶりに通常開催ということで、はい、多くの方に来ていただきたいですね。はい、そうですね、明日僕もみこしを盛り上げたいですし、この迫力あるみこしをぜひ、間近で見ていただきたいと思います。ぜひ皆さんお越しください。はい、逆立ちみこしは明日ここで9時頃行われるということですので、ぜひ皆さん来てください。以上、中継でお伝えしました。